セツナと言います。普段は漫画なんか描いたりして生活しています。えっと普段 YouTube では、えー、手帳動画をよく上げています。今週はね、本当は来年のメインの手帳になる予定のえっとスターリングインクのコモンプランナーっていうのをご紹介しようと思ってたんですけど、えっと先々週に発送先々週の金曜日に発送されてさすがにもう届くだろうと思ってたら。 どうやら郵便システムでもろもろいろいろあったみたいでなかなか届かなかったので今回は代わりに私が普段漫画描いてる時の作業環境とかあと動画編集でも使っている同じ環境なのでそちらのご紹介をしていきたいなと思っていますそれではサクッといってみましょうまずご紹介したいっていうか使っているメインの機材漫画描く時もそうだし えー、動画の編集なんかにも使っている、私の1日大半を費やしている機械がこちらの iPad 12.9インチ。まあ、約13インチの iPad Pro になります。えー、第5世代になるのかな ?2021 年に発売したもので、えー、現在丸2年使っています。もともとこれの前も iPad の第2世代かな 多分第三世代ではね、2018年モデル、18年に発売されたものを、えー、4年ほど使って、これに買い替えました。これの1個前は11インチで、それに特に問題があったわけじゃないんですけど、えー、大学とか行ってて、いろいろ持ち運びをしなきゃいけないことが多かった頃は11インチにしてて、それが終わってから、 新しく iPad 新調2021年にするとなった時に、まあコロナ禍だったのもあるんですけど、これ以上あんまり家から出ないなっていう作業はだいたいお家だろうなっていう判断から12.9インチのモデルにしました。全然これで、もうこれ以上はいらないし、まあ もしこれからまた出かける用事が増えるような仕事環境になるのであれば11インチに帰る,帰るかもしれないけど、今のところは13インチで満足しています。で、そうですね。予想、噂によると2023年、2024年か、来年の春に有機 EL モデルが出るっていう噂なので、えー、丸2年使ったし、 トレードインが高くできるうちに新しいのに買い替えようかなとはちょっと思っていますが、特に何の不満もなく使っています。で、まあ、この iPad の細かい説明をしていくと、えー、周辺機器ですね。まあ、定番、Apple Pencil。こちらは第2世代で2018年から使っている、最初に買ったものです。ここを回して、えー、っと、 ペン先が買い替え、付け替えれるので、これはよく変えています。そしてまあ、直接、えー、っと、iPad から見ることはできないんですけど、えー、っと、ペーパーライクフィルム、ベルモントから出ている、えー、紙の質感を再現してくれるペーパーフィルムを貼っています。でベルモントの好きなところは、サラサラの剣ト市タイプと、 えー、ちょっとザラッと感の強い上質タイプ、上質紙タイプ。まあ、紙、手帳動画で好きな方はわかると思うんですけど、ちょっと書き心地がサラッとしてるかザラッとしてるか、同じ紙っぽい質感の中でも、えー、2種類用意されていて、私は結構ザラザラしているのが好きなので、えー、上質紙タイプを購入していつも使っています。ただ、この上質紙タイプも、まあ、私、 は、それこそ1日8時間とか絵描いてたりする時もあるので、普通の人と比べたらどのぐらい持ちがいいのかはわからないんですけど、このペーパーライクフィルムも時間をたくさん描くことによって、このザラザラが取れてきて、私の場合はだいたい3ヶ月に1回買い替えて、貼り替えています。で、3ヶ月1回貼り替えないと、私はなんか 滑りが、もともと紙が大好きだし、もともと絵は紙で描いていた人なので、このデジタルスクリーンのツルツル感が手になじまなくて、あれスランプかなって思うと大体ペーパーライクフィルムがもうツルツルの状態になってて、滑りが良すぎてうまくいっていないってことが大,大半です。で、 ペーパーライクフィルムが削れるっていうことはこちらのペン先も削れていくんですよねなので私は常に予備を持っているんですけどここのねよく見るとこれもそろそろダメなんですけどカメラには映らないでしょうがここに穴が開いたりするのでその頃になる前に気をつけて確認しながら買い替え付け替えていますアップルペンシル3もね出てくれないかなって思ってるんですけど今のところはないですね で、アプリで言うと、メインで使っているのはクリップスタジオという漫画を描くアプリです。こういうね、えっ、ー、と、これは今毎週ツイッターに上げているフルカラー漫画の、えっ、ー、と、まとめ。これにどんどんページを足していって、後でこれを、えー、PSD、Photoshop のファイルとして書き出すと、そのまま印刷所が本にしてくれるっていう感じなんですけど、まあ、えっ、ー、と、どうしようかな。 別にどのページ見せても見せなくてもいいんですけどうーんまあこんな感じで普通に書いてやっていますここにページをすぐにね次のページに全部ページ見れるようになりながら漫画の状態でえ一覧できて頭いろんなね方がブラシとか作ってたりするので個人的に漫画で書く方は大半 これがメインなななんじゃいいかなと思っていますそれで私は、えー、追加に追加で文字もっていうアプリから、えー、漫画のどれかなこれ漫画のフォントをダウンロードしていろんなね漫画にちょうどいい大体、えー、いい月に900円ぐらいだったと思うんですけどたまにえっと 何でしょうかね為替で変わるのかわからないんですけどたまに1,000円だったり900円だったりいろいろ変わってる気がするんですけど、まあ、毎週このフォントをを購入しててて権利を買っっ漫画に使っています全部を使っているわけじゃないんですけどやっぱりなんか印象を変えたいとかテンション高い時はこのフォントでちょっと怖がってる時はこのフォントでみたいな使い分けがあるのでこちらを購入して使っています。 動画編集になってくると、えー、っと、これですね。ビデオリープを使っています。だいたい、有料だったかな有料だ、有料で結構シンプルにいろいろ編集ができるので、いろんな、こう、安いアプリっていうか、ただのアプリで動画編集で、 あの手この手でやり方を探ったりするっていうよりはもうちょっとだけ月数百円出してもう作業環境簡単で分かりやすいと人気のこのアプリにして今は編集をしています。でまあ作業環境の流れで言うとやっぱり今は 画面見やすくするために外していたんですけど iPad のスタンドこちら結構重宝しています角度がねこうやってえー、ここの角度とここの角度でまあある意味これは高さの調整でこれは角度の調整なんでしょうけどこれに iPad を置いて普段は作業をしていますよいしょこんな感じででもちろん長時間作業することが多いので私は結構椅子の高さを と、机の高さ、iPad の高さをこだわって設定しています。まあ、肘が90度、足の膝も90度の状態で、マンガ、iPad と正面から向き合えるくらいの高さにするようにいつもしていて、結構ね、これ長時間手帳を書くときも、手帳代わりにここに置いて、おっと、うるさいですね。すみません。手帳ここに置いて、 結構 iPad で絵を描いていても大丈夫なような作りしっかりしてるのでこれに手帳とか置いて長時間書く方なんかはこれ一個あると実は手帳でも便利なんじゃないかなと思っていますここの出っ張りがちょっと高いので薄い手帳とか使ってる方はここにちょっと腕に当たって気になるかもしれないんですけど個人的にはこれかなりおすすめです えっと、いっぱい喋っちゃったんですが、えー、普段はこんな感じで作業を iPad でしていいますだいたいね朝9時10時9時半に机について30分手帳時間があってそっから1日通して漫画描いてまあ寝る11時ぐらいまでは、まあ、犬の散歩とかご飯とか挟みつつお絵描きをしているっていう生活をしています。 そうですね。よく聞かれる質問でどうやって長時間集中してるんですかっていうのあるんですけど、一つは、机に作業のもの以外は置かないように、iPad と,、えー、と、その日のタスクが書いてあるメインの手帳のみ、机の上に置いて、あとはパソコンがここに、ここにあるんですけど、ここでネットフリックスとか、ディズニープラスとかで、えっ、ー、とー、 長編シリーズドラマ、だいたい5シーズン以上あるもの、5シーズンある、続いたってことはまず人気で面白い確率が高いのと、えっと、長編ドラマの場合、あんまり画面見てなくても何が起きてるかだいたいわかってくるんですよね。医療系ドラマだったら、誰が喋ってるのもわかるし、どんな手術してるのか、まあたまに画面チラチラ見つつ、 集中を自分の漫画とドラマで半々ぐらいに分けてると、なんとなく集中力が続くような、もう完全にこれに集中しちゃうと疲れちゃうし、完全にあっちに集中しちゃうと、えっ、ー、と、話ばっか見ててできないんですけど、ちょうど真ん中でやることを慣れてくると長時間座ってても、長時間座ってることに気づかないぐらい慣れて、私はお絵かきができています。 伝わるかな <laughs> えっと、と、あとそう、動画の撮影環境で言うと、こちら今、メインのカメラっていうか唯一のカメラは iPhone 15 Pro に10月から買い替えました。まあ、10S から5年使って、10月より前の動画はすべて 10S のカメラで使って撮ってたんですけど、その時点でね、もう100、あ、1080、 p1080 で 60fps で動画も撮れていたのでもう動画的にはあんまり何も変わってないんじゃないかなと思っています。どうなんでしょうね。綺麗になってるのか同じ画質で撮ってるんだから同じだと思うんですけどなんでね iPhone だけでやってるのであ YouTube 始めてみたいなって方は皆さんそこそこいい性能の携帯を持っていると思うのでサクッと始められたらいいと 思います。そう。うん。まあ、とりあえずね、メインの手帳がね、早く来て欲しくて欲しくて、私はそればかりを、あの、トラッキングばっかり一日をしながら過ごしています。正直、そろそろ漫画の制作に影響が出るぐらいトラッキングを見てるんですけど、噂によると今日届くらしいんですけど、全然、 まあ、プロセスされてないんで、多分、まあ、早くて明日か、明後日ぐらいに届くんじゃないかなと思っているので、少なくとも来週までには届いてるはずなので、来週は新しい手帳の徹底レビューしていけたらなと思っています。だらだら喋ってるのにお付き合いいただき、本当にありがとうございました。また来週も何か動画撮ろうと思っているので、よかったらご覧ください。えー。 たまにはね、もっとね、だらだら喋ってるだけの動画撮ってもいいかなって思ってるんですけど、まあ、そんなの誰も見たくないだろうとも思うので、まあ今日、今週はお許しください。じゃあ、またね。バイバイ。